はい。テニスエナジーの白川です。えっ、ー、と、今日はですね、えっ、ー、と、アメリカと日本のテニスの、えー、試合のね、えー、環境の違いについてね、ちょっとお話ししたいと思います。で、私がまあ、コーチを始めた頃となんかだと、まあ、よくテニス雑誌でもね、えっ、ー、とまた、まだ、あ、他の、まあ、周りのね、まあ、保護者、えー、あのー、まあ、聞く話、もうすべてですね、もう日本とアメリカのね、指導水準の違いみたいなね、ことをよく言われてました。だから、教え方がもう全然違うんだと。 だから上手になるためには、強くなるためには、最新のね、指導法を導入してやらなきゃいけないというふうなことがよく言われてたんですよね。で、で実際ですね、ちょっとあのアメリカとかね、フロリダですね、行って、もう驚いたのは、もう試合数のね、多さなんですよ、土日で3セットやってるんですよ、それも行った会場で10歳、12歳、14、16、全部やってるんですね、18も。 全カテゴリーやってます。でね、えっと、2日目がね、コンソレか、2日目がね、ダブルスになるんですよ。なので、2日に分けてね、もうほぼ毎週やってますよね。で、それがね、あのー、日本は、だいたい試合っていうと、民間のク,クラブがね、まあ、うちれば地獄の総当たりとかやったりとかするようにやるんですけど、アメリカ違いますよね。USTA が全部管轄して、で、出る試合全部ポイントがつくんですよ。大阪でいうサテライト、あれがね、毎週3セットがあるって感じです。 えー、それも各地でね。で、それも全、えー、っと、カテゴリーで,です、ね。で、まず、テニスコートね、どこ行ってもね、私ね、お金払って買えたことないんですよね。もう10面単位ぐらいであります、グロリだ。もう地図探したらね、ハードコートはほぼタダ。で、えー、っとね、ソフトコートって言われて、グリーンサンドのコートは、まあ、有料になるんですけど、まあ、もうハードコートはほぼタダで使いますよね。で、そんなようなとこだから、もうクラブもね、だいたいもう10面ぐらいであるようなクラブでいっぱいあるわけですよ。 なので、もう試合の規模がもう全然違うんですよね。で、これがですね、えー、っと、まあ、あの、関西とか帰ってきて、まだ大阪は試合にまだある方ですけど、あのー、じゃあ毎週あるかってそういうわけでもないし、で、えー、っと、まあ、地方になったらね、もうひどい場合だったらもう、えー、春と秋みたいな、春と冬みたいなね、なんか、そんな時期ぐらいしかもうほんと試合がないっていう風な、えー、そ,それもワンセットマッチ。 ですよね。で、向こうの試合でね、ワンセット見たことないです。あの、コンソレではあるけど、あの、見たことないですよね。で、私が行った時なんかも、10歳以下でも、えっ、ー、と、スリーセット。で、ファイナルがタイブレイクだったかな。えっ、ー、と、と、もう、その当時まだグリーンボールなかなかった、エイエローボールで。10歳以下がスリーセットやるんですよ、真夏に。えー、もう、そんな世界ですよね。あの、だから思いましたよね。指導法がね、いいとこるとそんな問題じゃないと。 もうこれだけのね、あの、試合数ね、できたらね、それは誰でも上手くなるわと、と、えー、思いましたで、ね。で、あの、地獄の相当たりとか、まあ、やってますけど、やっぱりね、あの、試合をどん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 できる環境ですね、それが大事だと思うんですよ。で、僕はアメリカの話に戻ると、まあ、一つの、えー、っと、試合にですね、えー、っと、いろんな国が来てますよね。韓国も来てたし、えー、っとまあに、まあ、日本人いて、まあ、いろんなところが来てました。 で、前、ま、か、あ、ら、大阪でいうサテライト、他の地域でいう、その地域のね、試合に、その、外国選手を受け入れてるんですよね、教会の方が。にあの大阪なんかもね、大阪協会も韓国とか他の国ね、もう、えー、を、もうどんどん受け入れない,いと思うんですよ。それぐらいでないと、あのー、ね、レベルが上がらないっていうか、あのー、もう今人数減ってるでしょ。アメリカなんか行っても、もういっぱいですもん、こう競技人口っていうか。 あの、そこでね、日本なんかだって、あの、一つの試合でや、4人、5人で試合してるとかってあるけど、もう、向こうじゃ信じられない。アメリカじゃ信じられないですよね。なので、もっとこの競技人口を増やす上で、もうどんどんね、あの、外国からもね、受ければいいと思うんですよ。ね。あの、それがもうアメリカでは受け入れてくれる、くれてる環境があるって、日本にはない。もう、すごく、えー、排他的なというか、もうそんな感じなのでね。 えー、そこがまたレベルをね、えー、引き上げてない要因になってるんじゃないかなと思います。えー、これがですねあの、大きな違いでした。で、えっ、ー、と、ジョフの層あたり、どん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 試合を増やして、そんな環境のね、えー、一端で、えー、できればと、えー、思ってますので、ぜひまた参加してください。では。